き顔。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4。いよいよね、ラストチャプターということでね、サドラー芝居でね、あのアシュリーをね、なんだっけ、ジェットスキーか。で、持って帰っていきましょうか。あのしっかりとね、プルプルおっぱい、ね、背中に感じつつね、帰ろうというふうに思います。前回のね、あのアシュリーちゃんのね、あのバイオハザード史上最もエロいシーンをご覧になりたいという方は、全パートのね、最後の方をご覧いただけたらと思います。まあ、ぜひ、できたら全編見てもらえた方がね、嬉しいかなというふうに思うんですけど、まあ、そこだけ見たいという方はね、20分くらいの動画だったんで、まあ、19分くらいから見てもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、今回は、まあ、ロケランでやっちゃえば、一瞬で、まあ、サドラ、型がつくんですけど、それだと、まあ、非常にもったいないというお話ですので、まあ、今回ね、まあ、ちょっとダメージを受けつつとは思うんですが、まあ、別にね、上手にプレイしようという気もないんで、さらさらね、それ言っちゃおしまいだろうって、お前、ロケランとシカゴタイプライターを使ってて、その言い草はねえべやっていう話なんだけど、まあまあ、それは、まあ、ご愛、ご愛嬌ということで、まあ、いらしてくださいよ。まあ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 、まあまあ、落ち着いて、落ち着いて、ということなんで、とりあえずね、シカゴタイプライターのみで、ぶちのめして、終わっていきたいなというふうに思っております。はい。で、これが終わりましたら、一応ね、まあ、エンディングのところでもお伝えをしようかなと思ってたんですけど、まあまあ普通にね、まあ売れるだけ売って、最後に100万パーツ。あれこれペセタだったっけ？どうしても PT、いや、パーツだったら PATS になるもんな、普通な。R が。ペセタだったっけ？なんか忘れちゃったのは、とりあえずね、スペインだったらユーロでいいじゃんと思うんだけど、ね、ユーロだったらあからさまになっちゃうか。でもナイジェリアの通貨とかも出てるくらいだもんね。なんかよくわかんないけどね。なのどういうあれで選ばれてるのかっていうのは。はい、まあまあそんな話はどうでもよろしくって。とりあえず、ちょっと、おっぱい。皆さんは、おっぱい派ですか？お尻派ですか？私は断然おっぱいです。堪能した。最高。そうなのよ。この衣装になるとさ、すっごいプルンプルンって、これでさ、あの民室化だったら最強じゃない？上も下もワッホイなんだよね。うん、で、通常のコスチュームだったらさ、白パンティーだけどさ、黒になってくれたらさ、最高だよね。白に黒だからね。まあもしくは赤とかね、ちょっと濃いめの色とかだったらいいのかもしんないけど、うん、そこら辺ちょっとなんか希望をね、叶えてくれないかな。だからこれジル・バレンタインのさ、バイオ3のね、格好みたいな感じになってくれたりとかしたらいいんだけど、うん、まあ、SM プレイがお好きなエイダさんということでね。それはいい。この杖をそもそもどうやって作ったんだろうね。うん。もうそれじゃ私に快感を与えることはできないわよ。エイダのサドラ。シュッ。あれは、ちなみに、クラウザーのナイフの件、まあ、いつ手に入れたんだっていう話なんですけど、うん。あ、そっか。クラウザーのナイフ手に入れたのはあれか。なんだったっけ、チャプター5の3で最初に再会した時のあれか。これとは、ですね、ちょっと待ってね。ケネディ、私は君そう、なんかね、大体のね、ボス系がね、こういうね、口ぶりをしてね、なんかね、ふしゃーっていうのはいいんだけどさ、その後あなたどうやって戻るのよっていう話なんだよね。戻る気がないからこうなっちゃってるんだけどね。さて、まあそんな話はどうでもよろしくって、ちょっと待ってね、なんかボス戦になって、すごい興奮してるのか、パソコンが急にフシューって言い始めた。やばいやばい。ちょっと待って、パソコン落ち着いて。どうしようかな。なんか昔のパソコンとかだったらさ、なんか氷枕さんのプレゼントみたいなことをさ、黙ると死ぬ男のさ、アリポンさんが言ったりとかしてたけどさ、そこら辺どうなのかな。わかんないけどね。まあでも、確かにパソコンのそのなんか空気を出すところからすごい熱風が来てるっていうことはあるから、まあ多少冷やしてあげるとかそういうのはしてあげた方がいいのかなとは思ったりするんだけど、そのあとはあんまり必要ないか。ということで、やばい。久々にまともに戦うから、通常はさ、その、皆さんもご存知の通り、その爆弾系のね、アイテムをぶつけることによって、手榴弾とか、それから、なんだっけ、マインスラーとかね、を与えることによって、こうやって、おねんねタイム、お休み、あ、もう僕ちゃん疲れちゃったからお休み、でも、瞳孔は開いたままやっちゃう、みたいなね、という話になったりするんですけど、そういうの与えられない、いて、あ、なんだ、今なんか食らわされた？完全に切り抜けてたと思ったんだけどな。まあいいや。
さて、どのくらいのあれでいけるのかっていうのがね、まあ、おちょ、あれ、早い。ここら辺のその、ポイントポイントではなんかラスボスって感じがするんだけどな。でもなんか、バイオ史上って、史上最弱に弱いラスボスみたいなふうに言われてるみたいだけど、だってこれでプロフェッショナルになったとしても大したことないもんね。なんかさ、バイオ RE3 のさ、ネメシスもさ、大したことないかなっていうふうに、個人的には思ってたんだけど、インフェルノだったかな、最高難易度のやつ。あれね、めちゃめちゃ強いよ。あ、やばい、これ、いろいろまずい。やばい、デスコンボ食らわされる。やばい。あれ、なんか、距離取ったあいつ。さすがラスボス、やりよるわい。全然、ててちょっと待って、ね、まあまあ落ち着け、その激盛んにならん、お盛んですな。はい、じゃあお目も潰してあげるからね。はい、はい、じゃあ ICL しようね。 ICL したらほら視力がもうね、落ちないですから、レーシックと違って、うん、コンタクトレンズだからね。完全に目潰れてるけど大丈夫かな。足についてる目をね、潰しすぎると赤くなって開かなくなっちゃう。美味しくいただかれてます。デュエッ。普通は死ぬんだよ。終わった。なんかじゃあ目玉だけ打たなくてもいいのか。なんかいろんなところ打ちまくってたら死んじゃったけどね。はい、じゃあお疲れ様でございました、カリスマ。本当に大したカリスマじゃなかったけどね。これまでなんかシリーズでさ、いろいろ出てきてさ、アンブレラって続いてさ、で、ウェスカーとかいろいろなってきてさ、急にここでサドラーっていうね、サドラーのバックボーンに実はアンブレラが絡んでましたとかだったらまだ納得性があったのかもしれないけどね。なんかそういうのも特になかったからね。うん。まあ、ただそのゲーム性としてはね、非常にやりやすいし面白かったかなって思うけどね。はい。紐なしバンジー。でも本当誰なんだろうな、気になるよな。さて、じゃあ、プッシュされたところで次進んでいこうかなというふうに思いますね。はい、ベリーキュート、はい、ベリーキュート泣けるぜ、とんだい役だよね。さて、じゃあ、なんだっけ、とりあえずこいつを拾って2000ペセタゲットして最後向かっていきましょうか。で、あれ、さっき話したっけ、バイオ RE2 を次回やりますっていう話したっけ。普通はそういう話ってなの、次回こういう話しますとかね、このゲームこう面白かったみたいな話ってね、エンディングでするべき話なんだけど、意外とね、バイオ4ってね、エンディングが短かったりするからな。そうで、一応バイオ RE2 買いました。で、買って、まあ、レオン表、レオン、あ、じゃあクレア裏で、レオン、あ、クレア表、レオン裏をやっていこうかなというふうに思います。うん、だから、まあ、ダラダラという感じでね、バイオもね、またこんな感じで雑談をしながらやっていこうと思うんだけど、結構ね、懸念してるのが、コントローラーでしかやったことがないっていうね、いつも言い訳なんだけど、コントローラーでやってくしかないから、果たして、キーボード操作をするときにうまくできるかどうかっていう自信はない。多分ね、銃の狙い撃ちとかいいんだけど、操作性がね、いまいちね、やっぱり、ね、縦横しかいけないから、基本的に斜めっていう操作が非常にキーボードがしにくいんだよね。まあ、今ちょっとゆっくりチンタラいってるんだけど、で、なんでかっていうと、これがややこしい話がね、あれなんすわ、買ったゲームコントローラー、そのパソコンに接続できるゲームコントローラーっていうのが、ちょっと違う。バイオ RE2 を買ったんですよね。そう、バイオ RE2 を買って、ゲームコントローラー持ってるんですけど、その、ね、ゲームコントローラーが、普通のその PS3 とか PS4 でやるときって、PS4 ってやるときって、押し込んで走るっていうタイプなんですよね。ここ左端から行けないんで、知らなかった。初めてだわ、あんなの。びっくりした。どっから出てきたの、あのパイプって思ったもんね。ごめんなさい、しませんでした。それ、はい。本当に申し訳ないです。で、そうです。
だから一生歩いてるっていう状態になっちゃうんですよ。バイオ RE3 の時もそういう現象があって、なんとかねコントローラーのその設定の変更のおかげで無事走れるのをなんか X だったか Y だったかだけどボタンでできるようにしたんだけど、もうそれめんどくさいなと思って、めんどくさいからもうバイオ RE2 はもう初めからもキーボード操作全部やっちゃおうというふうに思っています。なるほど、うまっ、減速のおかげだね今ね。はい、ということで今年のいい遊びができました。おめでとうございます。私それでは実力が上げです。めっちゃ死んでる、予想多分9回死んでる、うん、そんなことはどうでもよくてということなので、バイオ RE2 をね、ほのぼのとやっていこうというふうに思います。ただ結構ね、僕ね、バイオ RE3 の初プレイをお見せした時も、皆さん ご存知の通り、結構なチキンプレイをやろうと思ってますんで、最後の方に弾がめちゃめちゃ余ると。で、しかもね、ラスボスを前にして、できる限りね、弾を温存した状態で進めようというふうに思ってるんで、後半になれば弾余るんだけど、私ね、うまくできるかっていうのはね、特にね、あのゲームのね、厄介なところね、リッカーとタイラントね、タイラントどこにでも現れるし、リッカー早すぎてビビるし、バイオ2に出てくるリッカー、ほんと可愛く見えるっていう感じだもんね。バイオ5に出てくるリッカーもそこそこね、結構、鬱陶しかったりするんだけど、それはね、いいけど、あれはまたちょっとね、タイプが変わってくるからね。そう。だからバイオ RE2 本当に久々、一応やったことはあります。やったことはあって、豆腐とかね、豆腐サバイバーとか、それからなんだっけ、死神ハンクもうクリアしたこととかはあるんだけど、あれはできやらなかった、ノーウェイアウトだっけ、100体倒すまで終われませんってやつ。だから剣道と、それから市長の娘と、あとなんかフォースサバイバーみたいなやつをクリアしたとかところまではやったことがあるんだけど、いかんせんね、実家にあって弟がそれを持ってたから、残念ながらね、僕ね、それあんまりその実家に行った時くらいしかできなかったからあんまやり込みができてないんだよねということなので、正直言います、下手です、イライラします、許してくださいっていう話なんかどこまでうまくできるかわかんないんだけど、あとちょっと撮影環境がね、娘ちゃんとかね、嫁が寝た後にいそいそとやるので、1パートあたりね、30分、40分でできるような環境じゃ今ないので、ゆっくりね、させてもらえたらな、というふうには思っています。だから多分、最悪、それで、どうだろうな、3ヶ月くらいとか行くんじゃない?表で、仮にだけど、20パートずつとか行ったら、それで3ヶ月弱くらい行くからね。で、そこから、次のゲームに移るのか、それとも、パンクとか、豆腐とか、それから、4人のパートとかをね、クリアできるまでやるかっていうのはわかんないんだけど、基本的には多分、剣道、あと、なんだっけ、リサだったっけ?リサは違うな、トレバーだな。忘れちゃった。市長の娘とかね。ら辺のところとかまでもしかしてやるかもしれないけど、本編だけやってもう満足しましたか、コンセプトアップ、じゃあ皆さんちょっとだけ見て終わろうかみたいな感じにしちゃうかもしれないけどね、それはその時の僕の気持ちと体力によって決まるかと思います。その後はどうしようかなと思ってて、できればそのバイオ系をねずっとこのまま続けていきたいかなというふうに思ってるんで、これやってっていうリクエストだったから、あんまりね旧バイオ作品をやろうという気はないです。バイオの0とか、バイオとか、バイオ2とか3とかね、そこら辺はあんまやる気がなくて、できれば4以降のやつ。だから、一個考えてるのは、繰り返しになるけど、バイオ6のエンブレムを全部集めるまでをやろうか、みたいな、そんなことかな。バイオ5はね、ほんとやりたかったね。バイオ5もやりたかったんだけど、なんかね、パソコンのね、いろんなその、なんか制限とかがあって、うまくね、アプリがダウンロードできなかったから、立ち上げてもすぐに落ちちゃうっていうのがあって、いろいろ調べてみたんだけど解決方法っていうのが残念ながらなくって、もしパソコンを新しいものに買い替えた時にできるようであればそれはそれでやろうと思ってるから、パソコンもね買ったばっかりなんで3年目くらい2、3年くらいしか経ってないのかな。ゲーミングパソコンちょっといいやつ買ってるんで、しばらくはちょっとバイオ5はできないんで、4、6、それから RE3、それからバイオ7、バイオ8で、バイオ RE2 っていうところをやっていこうかな。だからまたセールになると思うんだけど、リベレーション2くらいだったらいいかもしれないし、それからどのタイミングでね、バイオ8の、その、
なんか最新作のね、あのダウンロードコンテンツがやられるのかっていうところもあるんで、まあ、ダウンロードコンテンツが、まあ、実施されるようだったら、実装されるようだったら、もう間違いなくまずそっちに飛びつく。あの仮にバイオ RE2 の実況の途中だったとしても、そこのパートをちょっとあの後ろ倒しにしてでも、先にそっちをやろうかなというふうに思っています。個人的にはそうだな、ハンドウルフの舞台のやつとか、うん、実際にハイゼンベルクがね、兵士たちを作るシーンとかもね、見てみたいなっていうふうには思ったりするけどね。はい。ということでね、本当にバイオハザードね、を2週も最後までご覧いただきまして、どうも本当にありがとうございました。最後にね、レオの悲しいナンパを見てね、終わりにしていきたいというふうに思います。うん、まあ、こんな感じでね、ゲームをやりながらではあるんですけど、実況メインというよりはどっちかというと雑談のほほんとした感じなのでね、大した話はできないですけど、まあ、ぜひね、ラジオ感覚で、まあ、ちょっとした暇つぶし、時間つぶしなんかしたいなっていう方はね、こんな風にいろんなね、話をね、毎回ね、いろんなパートでさせてもらってますんで、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。ということで、最後、リザルトを見て終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してもらえたら嬉しいです。ということで、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、予想通り死亡回数9回でございました。ということでね、松本動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。しないよ。